こんにちは、あゆみりえこです。はい、今回はですね、7月8日に発売されます私のファースト写真集の発売記念イベントを7月の10日、選挙の日に開催するんですけども、そちらのイベント概要が発表になりましたので、受付のやり方とか、どんな特典があるかとか、時間とか、はい、確定しましたので発表していきたいと思います。で、まず日時なんですけども、7月10日の13時、はい、昼の1時です、はい、この1回のみになりましたので、昼の1時、はい、13時に秋葉原にある書店ブックタワーさんの9階で開催されます。受付なんですけども、メール受付が6月24日の金曜日12時半から7月1日金曜日の閉店まで、はい、これがメール受付になります。はい、で、店頭受付は6月の25日土曜日から、イベント当日まで。なので受付方法は2パターンあって、店頭受付かメール受付、はい、こちらの2パターンになります。で、申し込み方法については概要欄にね、申し込み方貼っておきますので、そちらをチェックしてください。で、イベントのその受付方法なんですけど、書店ブックタワーさんのイベント概要っていうのを、リンク飛べるようにしておきますので、概要欄の方からリンクを見てください。はい、そして特典内容なんですが、1冊券、2冊券、3冊券、4冊券、5冊券という5パターンがあります。はい、まず1冊券。はい、1冊お買い上げいただいた方にはですね、サイン入り写真集1冊を私から直接お渡しします。続きまして2冊券、2冊お買い求めいただいた方にはサイン入り写真集1冊を私からお渡しします。はい、そしてサインなし写真集1冊、そしてツーショットチェキ1枚を撮影することができます。だから私とツーショットの写真で、はい、チーズみたいな感じで、はい、ツーショット撮ることができます。はい、そして3冊券、3冊お買い求めいただいた方にはサイン入り写真集1冊を私から直接お渡しします。そしてサインなし写真集2冊とツーショットチェキ1枚撮影、そして私の私物にサインを入れてプレゼントします。例えばこういうね、洋服とか、私が実際に身につけていたものとか使っていたもの、はい、そういった私物にサインを入れてプレゼントになります。そして4冊券、4冊お買い求めいただいた方にはサイン入り写真集1冊を私から直接お渡しします。そしてサインなし写真集が3冊、そしてツーショットチェキ撮影が1枚、そして私の私物をサインを入れてプレゼントします。なおかつ、お客様ご持参のカメラ、まあ、スマホとか携帯、一眼レフでもデジカメでもどんなカメラでも大丈夫です。はい、それで30秒間撮影会できます。はい、30秒間お客様のカメラ何でもいいので、はい、携帯でも大丈夫なんですけど、30秒間撮影会することができます。はい、そして5冊券、はい、5冊お買い求めいただいた方にはサイン入り写真集1冊を私から直接お渡しします。そしてサインなし写真集が4冊つきます。そしてツーショットチェキ撮影が1枚、そして、私の私物にサインを入れてプレゼント、さらにお客様のご持参のカメラ、スマホ携帯含むで30秒間撮影会ができます。そしてなおかつお客様のスマホでメッセージ動画撮影、はい、例えばじゃあリエコさんこういう風に言ってくださいみたいなこととかリクエストもできますし、私が自分で考えたあなた宛て、その人だけのメッセージを喋、ることができます。それを動画で撮影することができます。そしてさらにお客様の私物に1点サインをすることができます。何でもいいんですけど、 DVD を持ってきていただいてサインすることもできますし、どんなものでも大丈夫です。どんなものでも持ってきていただければサインします。はい、それが特典としてつきます。で、こちらの内容はリンク飛べるようにしておきますので、そしてですね、こちらのイベントの進行、はい、は1冊券、2冊券、3冊券、4冊券、5冊券の順番で行います。最初は1冊券を買っていただいた方から始めます。で、最後が5冊券を買っていただいた方です。
そしてプレゼントとお手紙に関してなんですが、プレゼント、お手紙、大歓迎です。ただですね、私への直接私は当日ちょっと不可になるので、プレゼントボックスっていうね、設置したボックスが会場にありますので、そちらにプレゼントを預けていただく感じになります。お手紙も受け付けています。できれば食べ物はちょっと控えていただきたくて、食べ物以外、口にするもの以外は何でも大丈夫なので、プレゼント受け付けています。はい、そちらはプレゼントボックスの方によろしくお願いします。で、皆さんにこうやってお会いできるあのイベントっていうのもなかなかないので、本当に楽しみにしています。はい、なので、まあ、当日ね、7月10日、選挙の日、はい、13時、はい、1時から、秋葉原の書店ブックタワーさんの、9階でイベントになります。皆さんにお会いできるのをすっごく楽しみにしているので、はい、受付の方をねぜひお早めにお願いしたいと思います。あの受付期間終わっても店頭で受付はまだやってるので、そちらでも受付待ってます。はい、というわけで今回は、7月10日のイベント概要の詳細を発表しますということでした。はい、皆さんお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。